タイガーバカット。はい、ミスタートライアングルチョーク、三角締めが18番のケンスケさん。はい。はい、ケンスケさん、トライアングルホールド、三角締め、トライアングルチョーク、18番ですよね。18番ですね。お箱ですよね。お箱です。スペシャルですよね。スペシャルです。必殺技ですよね。はい。はい。なんですけど、今日は三角締め、トライアングルチョークではなく、クライアングルっていうのをケンスケさんやります。クライアングル。クライアングルです。ね。チョークじゃないんですよね。これは締め技じゃないんですけど、はい、ね、三角締めと暗い、泣く。もう泣くほど痛いっていうことですよ。はい。クライアングル。ケンスケさん知ってますか？いや、初めて聞きました。三角締めの達人のケンスケさんでも知らなかったようですね。はい。はい、これね、入り方がね、サイドポジションからとか、レッグロック、足関節から入ったりとか、マウントから行ったりとか、まあいろいろあるんですけど、今日はね、これ知らない人が多いと思うんで、まあベーシック。こんなのだよっていうのをちょっとやらせてもらいますね。説明させてもらいますね。これね、もちろんグラップリング、ブラジリアン柔術、総合格闘技 MMA。MMA の試合でもね、最近結構決まってきてるんですよね。うん。それでちょっと有名になってきたんですけど、柔術だとね、ちょっと反則になるかもしれません。うん。その辺もちょっと説明させてもらいますね。はい。ケンスケさん、まずじゃあ寝てもらっていいですかね。クライアングル。はい。ね。トライアングルとその泣くを合体させたみたいな感じです。なのでね、締めって、泣かないですよね。まあ、ちょっと涙出るけど、泣くわけじゃないですよね。ね、なんでこれ痛いんですよ。暗いです。クライアングル。はい。じゃあ、この状態からね、入る場合をちょっと紹介しますね。まあ、というか、基礎的な、基本的なやり方ですね。はい。普通、三角締めって、この相手の腕を一本入れますよね。まあ、こういう状態にしますよね。こういう状態。ね。腕二本じゃなくて、片方をこう入れる状態にしますよね。なんですけど、なんと、ケンスケさんのこの足を入れます。僕の三角。足の三角の中に。まあ、見せた方が早いですね。こういう感じです。こういって、こういって、こういって、三角作ってるんですよ。わかります？で、ここロックする。ね。ちょっと向きがこっちになったので、ケンスケ起きてくれますか？はい。ちょっと、こっちに回転できますか？逆ですね。そう、カメラの方に見えるように。すいません。結構動きにくいですよ。はい。結構動きにくい。はい、頑張ってくれました。ありがとうございます。はい。ケンスケさん頑張ってくれました。はい。皆さん見えますかね？ケンスケさんの右足見えるかな、これ。僕のこの三角の中にケンスケさんの右足入ってるんですよ。ね、こっちケンスケさんの左足、こっちケンスケさんの右足。そしてこれ、今ケンスケさんのこの腕も入ってます。腕入ってるバージョンと腕入ってないバージョンがあるんですよ。で、腕入ってたバージョンの場合だったら、これをね、こっちにこうハンドルのように押せば、ストレートアームバーって思います。で、まあ腕十字みたいなアームバーになりますよね。ね。で、まあこれ腕が入ってなかったとしたら、入ってても入ってなくてもなんですけど、このケンスケさんのこの右足をね、膝十字みたいに決めるんですよ。なので、ブラジリアン柔術っておそらく反則だと思うんですよね。茶帯だといいのかな？茶帯黒帯だといいのかもしれないですけど、基本的には多分反則だと思います。まあ、白、青、紫の人はまあ、間違いなく反則です。はい。茶帯と黒帯の人はちょっと調べてみてください。はい。どうするかっていうと単純にこうなってますよね。これをね、こう押すだけです。押すだけです。やばいですよね。やばいですよね。こういうことです。ね。膝十字みたいに決まりますよね。OK。もう一回いきますよ。ね、先生、この縦でじゃあ寝てもらっていいですか？ここ寝てもらって。はい。こういう感じです。皆さん見えますかね。片足だけ入れるわけです。ね。両足じゃなくて、三角締めと一緒ですよね。腕一本だけ入れますよね。それと一緒で、相手の足一本だけ入れます。今度は、ケンスさんね、じゃあ、腕入れないバージョンにします。はい。ケンスケさんの腕を今入れてません。見えますかね？ケンスケさんこのまま起きてくれますか？はい、結構起きにくい。こういう感じです。そう。そしてこうして、これ、もうちょっと、すごいやばそうなんでいかないですけど、はい、このケンスケさんの足を上に押せば、ダメしてくれるんだね、はい。バキバキバキって言います。このまままたこっちカメラの方向けますかね？ケンスケさんの体幹のフィジカル、すごいフィジカル。すごい短かね。結構きついですよね。はい。はい、皆さんすいません。見てください。このケンスケさんの足を上に持っていくんですよ。これ、やばいですよね、皆さんね。はい。皆さんもこれ分かると思います。この、もうこの体勢見ただけでやばそうですよね。この状態で足をこう上に伸ばすんで、もう超ニーバーが、膝十字が決まるんですよ。スケルトンでいくとこういう状態でしょ。これで、こういくんですよね。こう行くんで、やばいですよね。バキバキバキです。しかもここを押さえつつ、ここだけこう上げるんで、ほんとやばいです。じゃあこの角度で、この角度で、この角
ね、はい、この角度でーす。はい、来ました、ね、今これで三角形を作る、ね、で今回もじゃあ腕入れたてバージョン、腕入れたてバージョンです、はい、で自分がトライアングルを振ります、ねね、で、まあ、腕の場合はさっきも言った通り、こっち側、自分のこの左足があるんで、ここでテコを作る感じ、こういう感じで、ケンスさんの肘を切る、やばいですよね、これもね、はい、これもやばいです。でもしくは、ここ腹出して、これもやばいですよね、はい、クライアングルです、はい。ちょっと角度を変えましょうかね。ハイガーアッパーカット。はい、じゃあね、アングルを変えました。このアングルで皆さんもう一度見てください、この角度でね。はい。またぎます。バンド。この時ね、ここの太ももで、ここの健介さんのももの裏を感じにすると、こう、ちょっと入りやすいですね。相手の足の力に負けないですね。これがちょっと生きてると生きにくいんで、こう、ももでこう殺しながら。で、こっち行って、下に動かします。はい、こういう感じです。で、腕流して。ね。で、自分が寝ながら、トライアングルの形を作ればいいですね。はい。ただもうこれで立てないですよね、実際ね。で、まあ、ちょっと右、角度カメラ右ですけど、この自分の左足をテコにして、ケスカの肘を決める。ね、やばいですね、これもね。はい、もしくはこれ、こう伸ばせば、やばいですよね。はい、やばいですよね。はい。じゃあ、こっちも行ってもらって。ね、はい、もう一回だけ行きますね。こういう感じです。バッ、クライアングルポール。ね、チョークじゃないです。はい。じゃあ、今回も腕ないバージョンじゃ行きましょうかね。腕ないバージョン、はい、ケンさんこれ腕入れてないですね。最初から足を決めようとしてるときはこれでいいです。膝重ですよね。はい、こういう感じです。で、もうもうすぐワンパックを上げればやばいですよね。べきべきべきです。はい、これは MMA でもグラップリングでも総合格闘技でもブラジリアン柔術はチャオビ、クロービはもしかしたら OK なのかな。膝重になれば OK なんだけどな、と考えると OK かな。ね、あのブラジリアン柔術の試合で使いたい人、クロービチャオビの人はこれちょっとルール調べてみてくださいね。反則負けになるとちょっとまずいですからね。はい、 OK ですかね、先生さん。はい、カメラそこです。はい、はい、じゃあね、これね、はい、クライアングル、はい、先生覚えましたか。はい、クライアングルです。クライアングルですね。泣くほど痛い三角締めって覚えてもらえればね、はい、まあ、この形を覚えてもらえばいいだけですけどね。クライアングル、はい、皆さんも練習してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハイガーアッパーカット。YouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。恐竜拳、波動拳。